皆さんこんにちは、マリアライト小沢ひろこです。いつも動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。どんな1週間をお過ごしだったでしょうか。今週もボイジャータロットから皆様にメッセージをお届けします。では78枚から3枚選んでいきますね。私こうね、石とかいっぱいつけてたりとかで、なんとなくお察しだと思いますし、よく石の話をしてたりもしてると思うんですが、うちの屋号もね、石の名前だしね、天然石がね、ものすごく子供の頃から好きなんですよね。で、ね、縁があって、今実際にこういう、カウンセリング、フラワーエッセンスとボイジャータロットのカウンセリングしている場所も、石屋さんの2階をお借りしてやってたりとかで、本当にこう縁があるなって感じなんですけど、今ねすごいフローライトっていう石にドハマりをしていまして、これがそうなんですけど、これものすごい綺麗なフローライトでして、でなんかね、フローライトってその、流していくっていうこととか、あとなんかそのこう試験勉強するとか、なんかそういうこう自分の中をクリアにしてどんどんこうやっていくような、なんかそんなイメージのサポートをする石だそうでして、私も緑の、ね、石がもともと好きですけど、あ、すごいいいなって。これはちょっとこう青っぽいんですけど、こんな感じです。すごい綺麗なんですね。これはね、青みが強いやつなんですよ。でペンダントトップ、私が作ってるんですけど、これもフローライトで、ボケてるか、お、ピンボケ。なんかこのブルーと緑の感じ分かりますかね。これだったりとか、今ものすごいフローライト祭りを自分で勝手に開催しています。でこうブレスレットとかね、ピアスとかもあったり、作ってもらったりとかしてるんですけどね、こう流れていくっていうことで、私がその変化を迎えているってところもありますし、その変化を迎えることでね、すごいこう久しぶりにこうちょっとこう勉強しているところでして、全然このスピリチュアル関連のことではなくて、本当にこうパソコン関連のことだったりを勉強してたりとかしてて、あ、そうそう、パソコン使う人フローライトいいって、石屋さんの方が言ってました。すごい、パソコンの脇に置いとくとかで、その停滞しないというか、こうすっきりお仕事になっていくとか、そんなイメージがあるそうですよ。そうそう、なので私はこの子をパソコンの横に置いてたりしています。なのでなんか いろいろなことで今フローライトがグッとこうフォーカスしてきたりとかして、楽しんで使ってますけど、本当こうね、パワーストーンって、信じるか信じないかってところはありますけど、サポートは絶対にあると思う。ただその教科書通り、本通りにあるサポートかどうかはわからないし、やっぱその人が感じた通りのことのサポートは絶対にあるような気がするので、ぜひこう綺麗だなって思ったり、こういい感じがした時は使ってみるといいかなって思います。で、今私すごいこんだけ熱弁して気がつきましたけど、同化してて分かりにくいですね、これね。ここ緑で、ここ緑で。でちょっと今反省を喋りながらしてました。はい。と、前置きが長くなったところで、ここから3枚選びます。これと、これと、はい、これです。今週の3枚です。こちらから A、B、C です。お好きな1枚を選びください。選ばれましたでしょうか。はい、では A のカードです。じゃん、リジョイサー、喜ぶ女性というカードです。すごいみずみずしいね、こう嬉しそうな女の人がいますけど、ここちょっと静かな女性がいたりします。で、これね、引かれた方、名の通り喜ぶことを今週たくさんするといいよっていうことではあるんですけど、どんなところにも喜びって実はあるよっていうことがこのカードを伝えたいことでもあるので、もしかしたら今結構しんどいところを迎えている方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱりこう自分の中をこういうふうに満たしていくっていうのってすごくこういい練習になるチャンスだと思ってもらえるといいかなと思います。あとこう喜ぶことを隠さないというかね、なんかこう
体裁よくってことよりは本当に嬉しいっていうことを自分で感じるっていうことも中のこうなんかこう空気の入れ替えみたいにはなると思います。で本当に日常の中でね普通にこう日常滞りなく過ごせることも喜びだと思いますし、なんかこうわー嬉しいっていうこととか、まあ、ここでこうねしっとりとしてる方がいるって言いましたけど、噛み締める、なんかあーいいなーって噛み締めることもこう自分を満たしていくっていうことになりますので、こう今の自分の状況の中でこう何が喜びなのかちょっと書き出してみると意外と嬉しいことがあったりとかね、あるかもしれないので、なんか自分の中に花を咲かせるとかこうみずみずしさを自分の中にイメージするといいかなと思います。はい、では B のカードです。はい、 B タイムスペース時間空間というカードです。ちょっとこうニュアンスとして大きいカードですね。これダイアルかなってカードっていうカードですけど、それが出た時点でこう大きいテーマになってるんですが、もうこれはその中でもちょっとこう意味合いが大きいというか、これはパターンを変えるっていうことなんですね。ただ魂レベルでパターンを変えるっていう意味合いがありますので、今大きい大きいって話をしたんですけど、ただ魂レベルって言ってもね、正直わからないんでしょ。で、やっぱりでも連綿とこう続いてるっていうか、その折り紙の折り目がギューって続いてて、なかなか治んないみたいなのと同じで、まあ私たちの魂がずっとなんか癖でついついやっちゃっていることっていうことが、今の中の生活でついついやってることかもしれないって思うと、別にそれがその自分の今の日常の中の癖だと思っていても、何でもそこから抜けたいというか、改めて見直してなんでこれやってんのかなっていうことをちょっと洗い出してみるって1週間にしてみるといいと思います。あとはもうなんかやめなきゃなとか、なんか引っかかってるけどやっちゃってることっていうことをギュッとこらえてみるというかね、やめた時にどうなるのか、どんな心境になるのか、どんな流れになるのかって見てみるのもいいと思います。それが自分のパターンを変えていくことになるし、自分の本質につながることであったりとか、これからの人生のその道がガッチャンとこうなんかレールが変わっていくような、本当多分 きっと小さなきっかけなんじゃないかなって私はいつもこれ見て思うんですけど、でもそれがすごく大きい一歩になるような、なんかそんなことなんじゃないかなと思います。これなんか握ってるんですけど、これまあハンドルをイメージするそうでして、まあ、自分の人生自分でハンドル切るっていう意味では人にこう明け渡さない、なんかこう自分でこっちに行こうとかこっちに行こうとかっていうことでもいいし、その過去の経験からこっちなのかなっていうこともやっぱりハンドルを明け渡してるから、こう自分で舵を取っていくっていうことをちょっとイメージする、でも結構こう勇気がいるというか、あいいのかなって思うこときっといっぱいあると思うんですけど、まあ練習と思ってね、なんかこうパターンを変えていくっていうことを一つ意識してみるといいと思います。はい、で最後 C です。 C がエンプレス女帝のカードです。これもダイアルかなと言って、ちょっとこうテーマが大きいカードです。女帝ですから、これもまあなんていうの、そのお母さんっていうか、なんかこう女性性、受け入れるとか育むとか繋いでいくとか、まあこう続けていくとか、なんかそういうことをテーマにしているカードです。これね、引かれた方、ちょっとこうテーマが大きい、これ具体的にっていうことではないかもしれないけど、その愛とか思いやりとか、そこをちょっとイメージするといいかなって思います。でこの愛とか思いやりっていうと、なんかこうパートナーに対してとか誰かに対してと思うかもしれませんけど、まあ、自分に対して愛や思いやりをかけるっていうところなんですよね、このエンプレスのカードって。で自分の中にこうやってお花を咲かせるだからこそ、その嬉しさ喜びがこう外に出て人にそういう提供ができるっていうところが、本当のこう愛情表現っていうところになってくると思うので、具体的にどうっていうよりはこう、まあ、本当に自分のこと喜ばせるとかね、まさにこのリジョイサーな感じですけど、自分の中にお花を咲かせるようなイメージの1週間が
いいかなと思いますね。さっきのね、あのタイムスペースでも自分の人生明け渡さないって言いましたけど、まさにここですよね。その自分の人生をしっかり歩むからこそ本当の喜びが生まれてくるし、だからこそ人の痛みが分かったりもするから、こう誰かに、まあ、手を差し伸べるのか見守ってあげることも愛情だったりとかねするし、あとはすごくその怒りでいっぱいになっていて、その許すっていうことも一つここテーマになってますので、で許すってね、あのいいよ OK だよっていうよりは、私の中のね、あの許すのイメージはこうもうスルーすること、うん、あのああそうなんだ、あなたはそう思うのね、私はそうは思わないよっていう、そのなんかこうスルーしていくこと、その拒否でもあの否定でもなくて、互いがそうなんだっていうことが分かるだけで、それは立派な許しだと思っています。でそれって自分のことを穏やかにしてて幸せにしてるでしょ。そういう意味でも許しとかね、その愛情とか思いやりとか、こう自分のためにこうかけてあげるっていうのをちょっと一週間イメージするのと、本当に自分の中にこういうお花畑であったりとか、あの自分をギュッと抱きしめてあげるとか、なんかそういう一週間にしてみるといいと思います。すごくね穏やかになるし、それをすることによって人にも優しくなっていくっていう自分を感じられると思います。はい、こちらが今週の3枚でした。いかがだったでしょうかね。2枚ダイアルカナが出てて、ちょっとこう意味合い的にも大きいけど、全部のテーマとしてはやっぱり自分のことを潤していくことで、それはイコールその自分をそのちょっとのことでもって言い方、なんかそのなんて言えばいいんだろうな、そのあちょっとこれやっといてって言われて、まあ、大したことじゃないなって思ってもいいですよって言いながらどっかで消せないとかね、そういう時って絶対人にそれ自分を渡しちゃってるから、ちょっと違うと思ったら、あの思い切ってノーだっていうことも自分を愛することだったり、パターンを変えていくことだったりっていう、なんかこう一貫したテーマがこの中にあるなっていうのをちょっと感じながら、お話しさせていただきました。きっとみんなが自分の道に帰っていく、本質を歩くとか、なんかいいって世の中でされてることだけど、私としてはどうかなっていうことを改めて自分の中で考えるとか、なんかそんなことがこうみんなの中で起きていくと、それぞれみんながハッピーになっていったりってするのかなと思います。誰からも奪わないし、かけないしっていう、なんかこう丸をちょっとイメージしながらこの3枚のお話をさせていただきました。はい、なんかいっぱい私喋ってますねあのでもこうポイントで、あそこいいと思ったとこピックアップして、なんか思い出してもらえたらすごく嬉しいなと思います。本当にいつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。心もね体も健やかに、笑顔でいてくださいね。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。